今週の第5位は肉丸そうな入会スティッカーコンサート、佐藤さん、スティッカーさん、先生、ありがとうございます。先生遅いですよ。でもすいません、遅いですよ先生。先生、先生何ですか。あ、ここからところ。いや違う先生じゃないって言おうと思って。いや、何ですかって言ったじゃん。コーチでも答えない。まだキャラがどうも定まってませんから。いやいや、普段キッカーコーチ全然わかんないですよ。どんな坂本哲也、かなりキャラが今定まってませんね。すいません。で、本当はね、ここでボーイの予定だったんです。本当は坂本哲也ボーイの予定だったよね。ボーイの予定でしたね。それに合わせてマー君が今のダメですね。まあちょっとそう、本当はこういう取り合わせだったという今ネタバラシをさせていただいてます。Now
さすが始まるとやっぱねやるね。さすが、さすが。電気をつけてもらっていいですか。もし息が上がるの。こんなに気すると思うかと。テッサー最高、テッサー最高。ありがとう。ガンガン答えてますんで、僕の記憶だとですね、あ、これリバウンドがかかったままなんだよね。これ切ってもらっていい？僕の記憶が確か7、キッカー、キッカー小泉さんで確か身長180以上あるんです。僕が178なんですね、178、はい、縮んだ？今167ぐらいです。縮んだ？もう骨の間が軟骨がすり減って、あの詐称みたいな感じで、はい、詐称が本当は167なんですよ。あ、本当は、あ、はい、そういう意味、はい、はー、なるほど。本当はね、いやいやいや、本当は、はい、事務所の骨折りすぎてどんどん、いやいやいや、本当は167なんです。あ、はい、あのステージから飛び降りて折れた分減ったとかそういう話で、まあよくわかんないですけど本人じゃないですね。いやいやいや、わからん、わからん、本人じゃないですね。本人じゃないかわかんないです。チーンです。チーン、チーン、チーン、本人じゃないそういうことです。それもダメなんですか。それもダメですよ、当たり前じゃないですか、はい、本人なんですから、はいはい、なりきってもはい、まあ、先生にはなかなか稼がしていただいたんで、もうこの辺でね稼いで先生今、先生今20ぐらいチーンになってますよ。あ、全然全然大丈夫です。まだいけますか、はい、先生、はい、もう、まあ、先生まだいけるそうです義援金かなんかに行くんですよね。もちろんそうです。もういや、いけやろさすがの先生もちょっと引きずってきたんで、この東先輩でも今週の第5位、吉川晃司で、はい、憎まれそうなニューフェイス、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。